過去に一回だけ神様に怒られちゃったことがあります。もう本当に忘れようとしても思い出せないんですけど、うんじゃねえよもうね、何年前になるかな、そうだ、15、16年前になるかな青梅、まあこれは別に伏せる必要ないんで言うんですけど、青梅の町を山口敏太郎さんっているでしょ、山口敏太郎さんと当時、また最近もいろいろ仲良くさせてもらってるんですけど、当時すごい長くちょっとやってて、それでその青梅の町を妖怪幽霊心霊、そういったことでもって町おこしようじゃないかっていう動きがあったんです、でもともとそのラフカディオハーンが投入してた町で、青梅っていうのは、で青梅にそのラフカディオハーンがいた時に雪女が書かれてるんですよ、それで雪女の日っていうその石碑ね、雪女の日っていうのがあるんです、街の中に。でね、それは面白い、すごく面白いんで、ちょっとやりましょうっていうことになって、ファンキーさん語りでお願いしますよ、語りって何するんですかって言ったら、街の真ん中にね、住吉神社っていう綺麗な神社がありまして、でその神社での、参道、境内ではないんだよ、参道が、旧青梅街道からこう一歩入敷地内に入るとわーって広がってるんです、真ん中にこう参道がありまして、でそれをずっと行くとこう長い一段の上までこうついてるわけですよ。でそこでその人を集めて、で怖い話を聞いてもらって、青梅のあの細い町じゃないですかね、狭い町でしょ、あの町の形をそのまま使ってお化け屋敷をやるっていう面白いですね、面白いでしょ、すっごい賑わったんですよ。それでもう、あそこの参道にも入りきれないぐらい人が集まって、でありがたいことに本当にもう大盛況で、それで俺がその階段を語ることになったんだけど、じゃあどこで語ろうかって言った時に、あそこってその参道をずっと行くと一回だけこう 1,2,3,4,5,6 段ぐらいのこう段でポンと上がるんですよ、で上がってそこからまた何メーターか行って石段なんです、石舞台みたいになってんだ、ここが。だからちょうどいいから、ここの上にちょっとしたこう円台を置いて、灯籠を置いて顔が映るようにして、マイク使ってそこでやりましょうってことになった、で俺は基本的にやっぱりいろんな地方行って階段ライブだとか公演やらせてもらう時っていうのは必ず先んじてそこへ先乗りして、で地元の陳事様に手合わせて、地元でこんなことやらせていただきますがって言って、俺必ず挨拶をして、で終わった後また行ってありがとうございましたって帰ってくるんだけど、それやってなかったんだね。それでしかも俺はこう語ってた話、まあそのある、その ゲーム機って話があって、ゲーム機って言ってもあのテーブルゲームね、昔もね、それにまつわる話があって、それをこうやってたの。そしたらね、もう話が佳境に差し掛かったあたりで、この前にいるお客さんたちがなんか俺の後ろの方を指差しながら、でなんかこうざわざわざわざしだしたわけよ。だからやばい、この話ちょっと長かったかな、ちょっと間延びしちゃったかなって、まあ飽きられちゃってるかなってちょっと思ったんだけど、どうもそうじゃないんだよね。でそういうふうにしてるうちに、突然ここにこう火がついたろうそくがあるわけじゃない、電気のろうそくってこうあったんだけど、突然ね、今まで完全無風な状態だったのに、この真後ろの石段の上からうわーって風が吹いて、ろうそくがふっこの足元の灯籠がパタンって倒れちゃったの。そんな、ほんで「すごい風吹きましたね」って。スタッフがバーッと来てくれて、ろうそくつけようとするんだけど、何もやってもつかない。いやいや、いいよいいよ、電気のだけで いっちゃう、もう残りいくらもないからって言って、また始めたら、お客さんたち、前にいた人たちが、より一層ザワ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 してんだよ。これ、まあ、でも話終わった。じゃあ、皆さん、それぞれ、地図をこうね、ありますんで、それをもらって、で、チェックポイントありますんで、それ、反抗してもらって回るようになりますんで、じゃあ、行ってらっしゃい、気をつけて、送り出した。この前の人たち、大笑いや。ね？ああ、ね、30人ぐらい残ってたかな。で、行ってください、皆さん行きましたんで、どうぞって言ったら、
いや、やめようかなと思って、って言うから、なんでですって言ったら、いや、ファンキーさんはさっき、大丈夫でしたかって言ってくんだよ。あ、風ね。すごかったね、あの風。びっくりしちゃったって言ったら、ほら、ね、ほら、ファンキーさん何も気づいてない。やっぱりだ。いや、嫌だな、教えてくださいよ、何ですかって言ったら、私たちね、さっきのゲーム機の話は、前にもそのライブで聞かせてもらったことがあって、大好きなんて、また聞いてたんですよ。はい、あ、この話だと、この話、怖いよねって聞いてたら、うちの旦那が気づいたんですと、おい、と、何あれ、なんだ、あれって、指さしたところが、はい、ファンキーさんの後ろの石段の、上の方なんですって。上っていうか真ん中辺なんですって。はい、で、あ、なんか動いてるねって言ったら、よくよく見てみたら、白装束の女が、あの急な石段をね、逆さまにこうやってハッと降りてくるんですよ。こう、ゆっくりゆっくり。だから、ずーっとそれがどん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 降りてきた時に、あ、これ、これ仕込み仕込み。ああ、ね、確かそう思いますね。仕込みだよって仕込みで。きっとね、うわーって多分みんなの前に出てくんだって言ってたら、そうじゃなくて、その人がゆっくりゆっくりゆっくり、まるでその動き方がね、トカゲみたいなんですって。ね、こうゆっくりゆっくりゆっくり近づいてきたと思ったら、ファンキーさんの後ろに来て、突然、わさ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 って動いて速くなったと思ったら、ファンキーさんの横まで来て、ふって、放送消したんですよって。風じゃないですよ、あれっていうの。で、ちょっと待ってよ、って言ってたら、全然関係ない他のお客さん、そっちにいたお客さんが、いや、ファンキーさん、本当ですよ、って俺たち見ました、あ、女なんですよ、って言うのよ、マジかよ、って、ちょっと待って、って言って、それでもイベントは進行してるじゃないですか。で、どん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 イベントが進んでいくうちに、遠くから、ふぅふぅふぅって救急車の音聞こえるんだよ。はい。で、それが、まあほら、あそこ街道だし。はい。はいはいはい、ね、はい、行き過ぎて行っちゃうんだろうと思ってたら、会場のとこピッと止まったの。で、なんだ、怪我人出たんじゃねえだろうなって言って行ってみたら、なんと、そのイベントを主催してた、その地元のもう名士とされてる、有名なあるおじいちゃんがいるんです。はい、はい。そのおじいちゃん、脳一血で倒れちゃって。で、運ばれちゃって、で、結局、まあ、その後、その、山口さんといろいろ話して、まあ、とりあえず、ファンキーさん、まあ、大成功っていうことで、お疲れ様でしたって言って、3階になって、俺はほら、青梅か、ここだから、そんな遠くないじゃん。で、車乗って帰ろうと思ったね。で、わっと走り出したらさ、で、信号切って止まったじゃない。で、なんだかんだって、長丁場だった、桜だからなぁ、と思って、はい、仕事止まってる時に、何気なく、唾飲み込んだら、ゴロンって痛いのよ、喉が。痛いと思って。ちょっと待って、この痛み俺覚えあると思って。俺、扁桃腺持ちなんですよ。はい、あ、これ、扁桃腺腫れる時の痛みだって。うわぁ、やばいやばい。俺、明日からまた忙しいのに、どうしようと思って、ミラーで、あって開けて見るんだけど、ミラーで見えない。で、急いで家帰ってきて、洗面所飛び込んで、電気つけて、こう、口開けてみたら、真っ赤に腫れてて。うわー、これ終わったな。いやー、参ったな。いつの間に。いや、だけど俺、さっき階段下ってる時、痛みなんてみじんも感じなかったんだよなー。こんなに腫れてんなら、喋れねえもんなーって思ってた。はい、もうこれ明日ね、おそらくもう朝起きると同時に高熱だわって、俺40度まで上がるんで、高熱だわって思ってた。朝になりました。熱なんか出ないんだよ。ただ、パンパンにこう真っ赤になって荒れてんの。ね。で、ここなんか触ったら自家線がもう、はいはい、痛えってなって、で、困ったな、これ。喉ヌールやってみるかってやってみるんだけど全然効かない。それで、熱が出ないもんだから、俺病院嫌いだから、はい、熱が出ないもんだから病院行きたくないわけよ。はい、で、そのまんま何日かして行かなかったんだけど、もう本当に水も飲めない状態になってきて、これはもうやばいって言うんで、はい、知り合いがやってる病院行ったのさ。で、
ってこう見てもらった、はい、バカだなお前なんで早く来ねえんだなんだこれって言われて、ちょっと熱ちょっと測ってやってくれ、測る、平熱なの 36.7 度とかなんだよね、んなんか壊れてんじゃないか俺、ちょっと出せ頭、まあ、どういうことなんだこれ、こんな症状見たことないっていうね、こんな喉がねもうこう詰まるぐらいここが腫れてんのに熱が出るってどういうことだって、それでそのままだから生活ができちゃうわけで、そのまんま何日も薬もらうんだけど何を飲んでも治らない、それでお前な、これお前笑い事じゃないんだぞ、お前扁桃腺は心臓に移るからな、だからお前ちゃんと治さないとやばい、最悪切るからな、いいか切るぞ、だからお前な書いたんだろ、なんだろそんなことやってやがるから、お前お地蔵さんにしょんべんでもかけたんじゃねえのかってこう言ったわけよ、その時に俺階段ちょっと待てって、その青梅のこと思い出したわけ、挨拶も何にもしてない、それどころか参道のど真ん中に神様にケツ向けてど真ん中に陣取ったまって、真ん中歩くなってぐらいだからね、参道は、それをど真ん中に座ってケツ向けたまま挨拶もなしね、始まりも終わりもこれだと思ったわけ俺で、その足でそのいいいいもういい分かったって言って病院出て、はい、青梅向かって、それでもう駐車場を突っ込んで行ったさ、そしたらその石段をずっと上がってって、あと3分4分の1ぐらいかな、はい、で上つくっていう時に岡倉が聞こえんのよね、まあ多分あそこほら能舞台があるから、そうそうそう広いですもんね、そうそうそう、はい、だからああ岡倉やってるわと思って、これ小の音だとかさなんか笛の音が聞こえるわけよ、だからあちょっと一回手合わさせてもらって、あとちょっと見学させてもらおうってな、ゆうちゃんのこと思って、はい、で前まで行ってお賽銭1万円ですよね、ちょっと嘘ついてたけどもさ、今さ、まあ、いつもよりちょっと多めにね、いつもよりちょっと多めに入れて、で、手合わせて、いや、すいません、すいません、本当に俺としたことがね、今まで本当こんなことない、こんな物質的なことないよね、本当にごめんなさい、申し訳ない、申し訳ないって手合わせたら、はい、その岡倉の音の笛の音が、ピーって高く聞こえたわけよ。はい、こんな笛の吹き方するかなと、まあまあいいやと思って、本当すいませんでした、すいません申し訳ないって頭下げて、あれ多分よそから見たらなんであの人神様に謝ってんだろうって思われるぐらい何回も頭下げて、でああでも依然としてすぐパッと良くなるわけなんかないんだからさ、はいはい、それでとにかくちょっとおかぐら見ようと思ってひょいって持ち帰ったら能舞台一人も人なんかいないんだ、うおーほんでうーわーまたザザーっとして、だけどこれは迎え入れた入れてくれた学の根なのかと、それといや怒ってる貴様よく来たなの学根学の根だったらどうしようとか思って帰ったよ、はい、次の日の朝だよ、あんだけやれてたのペロンとないんだよ、はー本当本当にあるそういうことは、本当に俺口酸っぱくして昔から言ってる、神様は本当にいらっしゃる、それ怖いですね、ある意味が、まあ、向こう側というか、うん、としてはシンプルなのがまた神様っぽいというかそう、はい、僕も実は扁桃腺持ちでなんかおかしいですよね、うん、しかもその振って息吹そうそうそうってのもね、なんかなんか通じるというか、あのこれ妖怪でさ、なんかあの、はい、ろうそく吹き消すって吹き消しばばってのがいるじゃん、はいはい、それを想像しちゃったけどさ、俺それがその場所となってくるとまたなんかちょっとちょっと違う神様なのかなと、結局ねそのよくあの仏鉢神鉢ってね言うけども、うん、神様も仏様も罰なんか当てはしないんだよね、はい、本当に当てるのはその眷属でいるそのお使いの人たちがお前それはないだろって言うんでいさめに来るわけでね、だから場所をちゃんと分けまないとね、よくないね、はい、本当にね。